今日は今買ってきたこのハガキ、このハガキ1枚で剣道が上手になるよっていう話をします。百秋武道具店の動画、宇賀店長にお手紙書くんだ。よいしょよいしょ、できたー、わーい。僕も宇賀店長にお手紙書くんだ。よいしょよいしょよいしょ、できたー、わーい。僕も宇賀店長にお手紙書くんだ。よいしょよいしょ、できたー、わーい。こんにちは、百秋武道具店の宇賀です。やってますか。お、今日は今買ってきたこのハガキ、このハガキ1枚で剣道が上手になるよっていう話をします。ヒントは左手の位置なんだけど、いつも先生から左手は中心線から外すなって言われてないですか。でもこのね、左手を中心線から外さないっていうのはなかなかイメージすることが難しいんです。多分普段稽古やっててね、その左手が中心線から外れてるかどうかっていうことよりも、今まさに相手が打ってくる、それに何とかしなきゃって、もうそっちの方が忙しいもんね。でも今日の動画を見るだけで、左手が中心線から外れないっていうのはどういうことかを分かりやすく説明します。もう本当にね、左手が中心線から外れてないだけで基本が1ランクも2ランクも上に見えますから、ぜひ聞いてください。先日僕はこういうツイートをしました。左手の手元を動かさない、攻められた時びっくりすると手元が動くよね。でもすごく上手になると左手はハガキの幅からはみ出さないと言われているそうです。コテ、面、胴、突き、全部このハガキの幅の中で技を出すんだそう。ちなみにハガキの幅は100ミリです。10センチです。これ興味深いよね。このツイートの元ネタは剣道時代2014年の12月号の中ね、東京修道館館長の中村福義先生がおっしゃってました。30ページですね。熟練すると左手はハガキの幅から出さないと言います。こういった一言があったんですよね。今日の動画はこの上手な先生、熟練した先生っていうのはこのハガキの幅の中で左手を動かすんだっていう話、これね、深掘りしたいと思います。そもそもね、このハガキの幅ってどこのことかというと、もちろんこれ高さだからこっちだよね。この横幅測ってみると10センチでした。まあ、昔の人はね、このハガキの幅っていう言い方したみたいなんだけど、今の時代やっぱりあんまハガキ書くことないし、なんだったらメールも多いしね、まあ、年賀状ぐらいだよね。まあ、そんなわけでハガキの幅って言われてもね、いまいちピンとこないんですよ。そのハガキの幅を一回どれぐらいなのかって頭の中で置き換えないといけないからね。だから測りました、10センチでした。言い換えるとこうなります。熟練した人は左手を10センチ以上動かさないっていうことなんです。10センチ、そう、10センチの幅で動かさないって言われたらわかるよね。いや、でも僕はね、左手すっごい鍛えてるから、もうね、自由自在、自由自在、めっちゃ動くって言う人いると思うんですよ。でもね、それもったいない。もったいない。左手すごい強化して、しかもこのハガキの幅、10センチの幅から左手を外さなければ、それはもう最強ですよ。最強。だから先生いつもみんなに中心線から左手は外さないようにって言ってくれてるんです。大事なところだからもう一回言いますね。左手を面を打つときも小手を打つときも何を打つときも中心線から外さないっていうことは、具体的に言うとハガキの幅、横幅10センチ、この10センチの幅の中で左手は動くんだっていうことを言ってます。ここまでついてきてる？大丈夫？じゃあ次行きましょう。お待たせしました。できました。これがほら、横幅10センチの左手の通り道なんです。店長何やってんのって思われるかもしれないけど、左手はこの横幅10センチの中でしか動かしません。最初のツイートの中でも言ったんだけど、剣道の熟練者、上手い人って面も胴もコテもタレもみんな左手はこの幅の中に収まってます。他にも切り返しもそうだよね。切り返しもそう、左手はこの中心線から外れません。この横幅10センチの間から外れないんです。上下するだけ、この枠の中で左手を返します。いいですか。他にも攻めるとき、守るとき、この左手、やっぱり左手はこの10センチの中で動かします。だからよく相手の打突をね、こうやって防ぐ人いるんだけど、これはもうね、
受けてるだけです。こういう動きは剣道にはないってことです。左手は常にこの10センチの幅の中で操作します。いやでもさすがにね、このハガキの幅10センチから左手はみ出すなっていうのはね、なかなか難しいと思う。僕もはみ出しまくってると思うんで、これちょっと修行が必要なんだけど、一つねコツとしては、ポイントとしては、しない操作を左手で行ってる人っていうのは比較的ねこの10センチの幅に入りやすいそうです。反対に右手でしない操作をやってる人っていうのは、よくこの左手がここから外れてしまいます。一番わかりやすいのは切り返しですね。切り返し左手で振ってる人っていうのは、左手がこの枠の中にずっと入ってます。右手で振ってる人っていうのは、右手がこの枠の中に入って、最後左手はこういうふうに、ね、はみ出しちゃいます。 OK ですか。剣道では左手が主、右手が銃って言われてますけども、今風に言うと右手は添えるだけ、常に左手で動かしますっていうことだよね。さあ最後に左手の位置、横に動かさないとは分かりました。でも正しい位置をもう一度確認しましょう。これで左手は完璧です。じゃあいつもの全剣連の剣道指導要領出ましたよ、出ました。38ページこのように書かれてます。左拳は下腹部へそ前より約一握り前に絞り下げた状態に位置すると。そして続きます。左手親指の付け根の関節がへその高さ、左拳はへそより少し低い位置になるようにすると。難しい。これ要するにどういうことかというとね、手の中で握り拳全体がおへその前に来るんじゃなくて、部分で言うとね、ピンポイントで言うと、この親指のここの付け根の関節がおへその前に来ますよと。だから拳自体はもうちょっと下になるよと、そういうこと言ってます。そしてこのおへそからの距離っていうのは、握り拳1個分だよ。そして左手は絞り下げた状態にすると、こういうことを書いてます。これで左手はもう完璧です。もちろんね、今お話しした左手の位置っていうのはこの剣道指導要領の通りに行けばいいんだけど、もちろんみんな体格が違うんでね、個人差はあります。だしその日の調子によってね、あれなんか今日左手の位置おかしいなっていうのもありますし、疲れてくるとだんだん下がってくるっていうのもあります。でも基本的には左手の親指の付け根の関節がおへその前に来る、握り拳1個分前に出す、これが基本です。だからもうありえないような、こんな下に下がってくる、こうね、こう小学生の初心者多いんだけど、こういうのは違うんだって覚えておいてください。一つだけコツとしては、意外とね、慣れるまではね窮屈なんですよ。しんどいの。集中してる時はできるんだけど、疲れてくるともう位置がおかしくなって忘れちゃいます。でももうそんなもんです、みんなそんなもんだから、この左手の位置を常に気をつけられる子、同じ位置に構えられる子から上手になっていきます。なかなか上手にならない子は、左手の位置があっち行ったりこっち行ったりします。左手の位置がきちっといつも同じ正しいところに来ること、このことを左手が収まるって言いますね。いかがでした？結構細かく言ったけど、以上が左手の位置で大事なことでした。もう一回だけおさらいしとくね。左手の位置っていうのは中心線から外さない、具体的に言うとはがきの幅10センチ、この10センチの幅から横に動かすことはありません。そして左手の位置っていうのは、左手の親指の付け根のこの関節がおへその前、自分のおへその前の握り拳1個分前に来ます。こういうことでしたね。かなり細かいですけども、これを毎回意識すると上手になるんだよって話もしました。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。